2 0年近く YouTube やってきて動画を作ってきたんですけど無音のものって多分一回も作ったことなくてチャップリンとか、まああいう時代のが意外にヒントになったりするのかなとか i k、うん、コさんあの声が似てるっていうのでやってるんですよ、うん、だってもう, <laughs> もう何にもわかんないじゃないですか<う> <laughs> ヒカキンさんとチョコレートプラネットがサイレント動画に挑戦初めての挑戦への苦悩を明かしました 無性っていうのはなかなかないので、まあ、いや本当に、まあ、逆にこのチャップリンとか、まああいう時代のが意外にヒントになったりするのかなとかそうですねだから普段なん何かその別におしゃべりが上手な方じゃない顔でごまかしたりとか、うん、なんかそういうなんか動きでごまかしたりとかあったんですけどそれがここに来て役に立ったなっていうのはありますよね。うんはい 20年近く YouTube やってきて動画を作ってきたんですけど無音のものって多分一回も作ったことなくて大丈夫ですかねみたいな感じで始まったんですけど案外やっぱりなんか変顔とかをしてたのであの撮ってみてあ,のあ得意かもしれないと思って IKKO さんなんて僕こんなものまねのからくり言いたくないですけど僕 IKKO さんあの声が似てるっていうのでやってるんですよ。 何にもわかか。んなないいじゃないですそこはねちょっとあの武器取られたらと思いますけど<う>ヒカキンさんとチョコレートプラネットが登場したのは4月から JR 東日本などの電車内で見ることができる動画コンテンテツ、TV の発表会。こちらの動画コンテンツはテレビクオリティの面白い番組を無音で楽しめるサイレント動画で多数配信実際に車内でこのような番組を見ることができます こ電車内でこの番組をこれから見られる方の皆さんの反応ってどうですすかかやっぱりり気になりますか短いのもあったり結構長いのもあったりとかいろいろそういう可能性っていうのはなんか見えてくるんじゃないかなっていうのがありますよねう、はい、そうですねだからどういった反応になるか分かんないんで、うん、一回ちょっと乗って電車あの下に立ってみんなどういうふうに見てるのか。<laughs> ちょっとチェックしたいですよ本人いらっしゃったら何の反応できないんじゃないですかね。いやだからばまあまあれは、ね、うたらばれたであの見てねっていうやって <laughs> 緊張しますねあのいざ流れたら皆さんどんなふうに見てくださるんだろうっていう, <laughs> う<ん>僕はでもエゴサとか知っちゃいそうですねこれがいざ流れて<ー>多分結構な本当にたくさんの方が見られると思うんでうんはいちょっと。 と思われてるかなって。テレビとか、えー、YouTube とかまた違う、えー、僕たちの顔新しいコンテンツが見れる、えー、ようになっております。ここで本当あの、はい、てっぺん取りたいと思いますので。はいはいぜひ皆さん電車に乗って見てください。電車に乗って。えー はい、モニターを見るとあのちっちゃいヒカキンがちょこちょこ頑張ってると思うので多分何分かに1回流れると思いますのでぜひあのヒカキン来ないかなと見ていただけたらと思いますヒカキンさんとチョコレートプラネットが電車内で楽しむことができる動画コンテンツ「トレイン t v に出演「サイレント動画」に挑戦した苦悩を語るテレビ朝日 AI アナウンサー花里結菜がお伝えしました。